多賀城市立多賀城小学校は、宮城県多賀城市で、上野山一丁目にある公立小学校。明治時代の創立である。現在の校舎は2007年に完成した。明治、大正期1873年7月15日、笠上村大漁山西温地を仮校舎とし、第一中学区35番、笠上天津小学校の校名で誕生した。 学生に基づき千八百七十五年、宮城県では、第一中学区に、仙台、宮城郡黒川郡上郡として、第二中学区に、志田軍、東田郡物尾郡押鹿郡として、第三中学区に、伊具軍、勝田郡柴田郡,柴田郡名取郡渡り軍、打田郡とした。第一中学区の六十四校中、現在の多賀城市域で開校した小学校は、 多賀城小学校のほ二27番山王小学校と28番高崎小学校があった。1879年3月、高崎小学校が廃校となり、八幡小学校に合併。5月には、笠上天心小学校も、西恩寺の仮校舎から西の神の新校舎に正式移転した。百八十四年三月、笠上小学校と、 八幡小学校の合併に伴い、八幡小学区の内浮島が三能省に、八幡・高崎が笠上省に編入され、学区は次の通りとなった。上記の学区は1961年の多賀城市立、多賀城東小学校開校まで、基本的に変化はなかった。またこの年、公明が笠上中等小学校となる。新校者移転後、 1926年までの間は、生徒の増加や小学校例改正に伴い校舎の増改築や幼稚の拡張が図られ、多賀城小学校の原型はこの時代におおむね作られている。28番高崎小学校は1879年3月に廃校となり、現存している小学校は現在において多賀城小学校と山王小学校である。昭和期。 ありがとうございます。